メンターナはイタリア共和国ラテオ州ローマ県にある人口約2万3000人の基礎自治体ローマ県東部のコムーネ県とローマからは2 3トルの距離にある隣接コムーネ編集隣接するコムーネは以下の通りノメンターナ街道とサラリア街道古代の名称はノメントムでローマからノメンターナ街道が通じていたリウィウスによるとこの町は ラティウム同盟の一員であり、ローマの王タルクイニウスプリスクスの治世中にローマと戦争した。ノメントムはタルキニウスによって攻略された町の一つであった。ラテン人の町であったが、一部はサビニ人に属すると考えられていた。この都市はレギルス湖畔の戦いでローマに敗れたラティウム連合軍の一員であり、紀元前338年には明確に占領された。 その後、都市には、キウイタスシネスフフラギオが与えられた。都市の検証では、都市の行政の長は、リクタトルの称号を定世紀に至るまで有していた。プリニウスやマルテアディスエルは、その周辺地域の豊かさを、しばしば称賛している。741年、ランゴバルド人によって都市は一時占領され、住民は、 ノメンターナ街道上に建設された防衛に適した新しい市街に移された。799年11月23日、この地でローマ教皇レオ3世とカール大帝が会合した。ノメントゥムの城は10世紀から11世紀にかけてローマのクレスチェンツ家の所有物であった。1058年、城はノルマン人によって破壊され人口は大幅に減少した。城は カポッチ家の元のなり、その後ローマ教皇は、サンパオロフ・フォーリレ・ムーラのベネディクト会修道士に都市を委ねた。15世紀には、オルシーニ家の支配下にあった。1484年、地震によって被害を受けた。1594年、ベナフロ・コー・ミケーレ・ペレッティの手に渡り、イゴ・ペレッティ家の放置となった。1655年、 ボルゲーゼ家のマルカントーニオ・ボルゲーゼの支配下に入った。1867年11月3日、ローマを占領して、イタリア王国に組み込もうとしたジュゼッペ・ガリバルディが、率いる義勇兵と強行軍、フランス軍部隊との間での戦闘が行われた。この戦いは強行軍、フランス軍の勝利で終わった。この戦闘で死亡した義勇兵の集団墓地の上には、 記念碑が建てられている。メントアナには以下の分離集落がある。ありがとうございます。